スティーブン・ローレンス・ウィンウッドは、イギリス・バーミンガム出身のブルーアイド・ソウル、ロックミュージシャン。ロック音楽の中でも、ウィンウッドの音楽は、リズムブルースやソウルミュージックなど、黒人音楽に強い影響を受けている点に特徴がある。主に鍵盤楽器奏者、及び歌手だが、ギターやベース、ドラムスも演奏できる、マルチプレイヤーでもある。 スペンサー・デービスグループのメンバーとして音楽活動を開始し、トラフィック、ブラインドフェイスなどロック音楽史に残る有名グループの中心メンバーとして活動。その後は主にソロとして活動している。アニマフ率いるスペンサー・デービスグループの一員として愛しておくれなどで1960年代中盤に人気を博し、グループを脱退後はトラフィックのメンバーとしても成功を収めた。 1970年代後半以降はソロアーティストとして活動。主なヒット曲に Higher Love、Lower With It などがある。ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第33位。バーミンガム郊外のグレートバーで生まれる。音楽の才能は幼少時代から卓越したものがあり、10代前半の時には兄、マフ・ウィンウッドが結成した。 ジャズバンドの看板的存在として活動していたという。また、マディウ・ウォーターズ、ジョン・ディ・フッカー、T ・ボーン・ウォーカー、ハウリン・ウルフ、B ・ B ・キング、サニー・ボーイ・ウィリアムスン・ツー、エディ・ボイド、オーティス・スパン、チャック・ベリー、ボディ・ドリーラ有名ミュージシャンの英国ツアーの際には、バックで、ハモンド・オルガンやギターを演奏した。15歳の頃、マフと共に、スペンサー・ディビスグループに参加。 1964年に、ジョンリー・フッカーのカバーであるシングル、ディンプルズでデビュー。シングル、Keep On Running が英国チャートで1位となり、この曲の成功によって彼は一躍スターとなる。続いて、Somebody Help Me 愛しておくれ、ギミサムラ s o m a n アイム・ア・マンを録音した後、彼は1967年にグループを脱退。クリス・ウッド、ジム・キャバルディ、 デーブ・メイスンらとトラフィックを結成する。トラフィック時代のウィンウッド・トラフィックで、ミスター・ファンタジー、トラフィックなど3枚のアルバムをリリース。1968年、デーブ・メイスン、クリス・ウッドと共に、ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスのアルバム、エレクトリック・レディランドのレコーディングに参加。ウィンウッドは、ブールー・チャイルでオルガンを弾いた。1969年には一時的に、 トラフィックとしての活動を休止し、エリック・クラプトンらとブラインドフェイスを結成。しかしながらバンドは、アルバム、スーパージャイアンツのリリースと、アメリカツアー後に会えなく解散する。その後、一度はソロアルバム制作を計画し、マッド・シャドウズというタイトルでのレコーディングを進めたが、結局トラフィックとしての活動を再開し、マッド・シャドウズは、ジョン・バーレイコーン・マスと大として、 再開後のトラフィック発のアルバムとなる。グループは1974年にホエンジーイーグルフライズのリリースを最後に終演を迎えるのだが、その間には腹膜炎を患って危険な状態に陥った。また、1973年にはロンドンフィルハーモニックオーケストラによるロックオペラアルバムトミーにも参加。その後、日本人パーカッショニストのツトム・ヤマシタによる号を。 はじめとするいくつかのプロジェクトへの参加を経て、1977年にはセルフタイトルアルバムでソロデビューするがパンクブームの真っただ中にあって、今一つ大きな成功には至らなかった。その後、曲作りのパートナーに作詞家のウィル・ジェネリングスを迎え、1980年にシングル UC やチャンスをリリースして、翌1981年に ビルボードで最高7位まで上昇するヒットとなる。この曲の成功に煽られる形で同曲が収録されたアルバムアークオブアダイバーも全米3位、全世界でのセールスのべ700万枚という大成功を収めた。彼は続いてトーキングバックトゥザナイトを発表した。1986年にはバックインザハイライフを発表。ポール・サイモンやジェームズ・テイラー、 ジョージ・ハリスンなどのアルバムを手掛けたラスタイトルマンをプロデューサーに迎え制作されたこのアルバムは全米3位まで上昇しグラミー賞を3部門受賞したまたシングルカットされたハイアーラブは自身初の全米ナンバーワンヒットになったこの勢いを受け1988年にリリースされたロール・ウィズ・イットではシングルカットされた同名曲が再び全米1位を獲得 アルバムも初の全米一位を記録した。また、1989年と1991年には、来日公演を行われた。1990年のスタジオアルバム、r e f u ジ e ズ・オ of the Heart リリースに伴うツアーの終了後、ウィン・ウッドは、ソロ活動を休止し、ジム・キャバルディと共にトラフィックを再結成させて、1994年には、トラフィック名義による20年ぶりのアルバム、 ファー、フロムホームを発表。1997年のソロアルバム、ジャンクションセブンでは、奈良田マイケル・ゴルデンを共同プロデューサーに迎え、レニー・クラビッツやデズリー等がゲスト参加した。2003年には、自ら立ち上げたレーベル、ウィンクラフトから、アバウトタイムを発表。7月には、フジロックフェスティバルへの参加で、3度目の来日公演が実現した。また、 翌2004年の3月にはトラフィックとしてロックの殿堂入りを果たし、これを機に復活も予定されていたと言われているが、2005年1月にキャバルディが胃がんにより亡くなったことから、この話は立ち消えになっている。2007年7月、クロスロードギターフェスティバルでエリック・クラプトンと共演し、ブラインドフェイス時代の3曲などを演奏。さらに2008年2月には、 マディソンスクエアガーデンで、クラプトンと3日間の共演コンサートを実現させて、この公演の模様は後に、4月に5年ぶりのアルバム、9LIVES をコロンビアレコードよりリリースした。2011年11月から12月にかけて、エリック・クラプトンと共に来日し、全国8会場、計13回のコンサートを行った。マディソンスクエアガーデンでの公演と重複する。 曲以外にも、ウィンウッドのソロのヒット曲が演奏され、ユーシーやチャンスでは、オリジナルのシンセのソロのパートを、エリック・クラプトンがギターで演奏した。マイ・ウェイ・ホームは、二人が揃ってアコースティックギターで演奏するコーナーで演奏された。アルバムシングル、ありがとうございます。